ンゴの多いところです。これ全部サンゴです。全部サンゴが打ち上げられています。昔はよくここに来てサンゴを拾って作品を作りをしました。これ全部サンゴです。時々貝の化石なども見つかります。私時々アート作品を作るんで、これは非常に重宝します。こういうのも素材としては結構面白いと思います。化石みたいになってるそうです。これは持って帰ろうかな。面白いと思います。何か所かこういうところがありますが、ここが多分一番たくさんあります。あると思います。大きなサンゴです。あれは二島です。